さあ今日はどちらで行こう、全部世界のせいにして、被害者ヘブンでくだまくか、加害者思想で謝罪大会、前者選んだ君は正解、試しに一つ差し出してみな、この世で一番の不幸者を今なら素通りしてみせるよ。止まらぬ涙の感動、不全絶後の大ヒット、なんともめでたいことだけど、その涙の出どころは誰、誰かの涙まで信じれるようになるまで、あとどれだけつまらないやつと話せるようになればいいのか、だけを命題にさ今日も目覚めてみるけども、このプールは泳ぐにはもう吐きそうなくらいエグいよ。君の愛も僕の愛こじも明日を超えて行けるかな、世界最終日その日の午後に残って勝者としようさ。あんたに嫌われるのは一向に構いやしないけれど、犬頃に吠えられるのさ、なぜか随分と答えるんだ、この夜は眠れぬ夜としたい、多忙貧乏退屈ときたい、辛い気にして逃げおせるかの、だるまさん転んだの逆再生、落としたってどんなんなってんで、どうなろうが見る、どれだけ気になるようなその素振りを振りまいても、あなたがする全てはそのあなたのその欲望のそのどれかを満たすためだけにあるなんてさ、すごいよ。君のでもも僕のだけども、明日を超えて行けるかな、一度でいいさ純度100度の飛行船やつとしたいもんだ。僕の意固地も明日を超えて行けるかな、世界最終日その日の午後に残ってるを勝者として、この世で以前今の敵なのは被害者敗者復活の時、自分消滅の3秒前に笑うのそこの僕の方。